はい、皆さんこんにちは、アーチェでございます。てへいさんの三国志伝パープキットのパート74ですね。ね、とんでもなく痛い敗戦になっちゃいました。5万9000も残ってるのか。長安がね、曹操さんに取られましたね。でも長江軍、この兵がなくなったのは痛いな。ちょっと補充していきましょう。ただ我が国もですね、あまり兵がいない状況なのでね、なかなか辛いところではありますよね。これは非常に辛いですね。さあ、内政は農業もうやることがね、ほぼ固定されちゃいました。人材登用も無理でしょうね。カンネさん、あ、無理だな欲しいけどね。じゃあね、この状態でちょっと陳情がたまりすぎてるんでね、この敗戦は痛かったな。よいしょ、もう誰か行ける人、あ、もう行けるところあるね。報告がないんですね。報告あったような気するんですけどね、何かできたらね。もう正直ね、もうガスンガスン行くしかないですよね。で、陳情片付けましょう。まあ、もう233年ですからね。あ、また病気になりましたね。あ、大儲けしちゃった。まあ、そんなには儲かってないと思うんですけども、これは、長老。あ、長老軍勢ってまだいたんですね。艦中5万9000、部隊が8個しかないんだ、8部隊しかないんだったらね、もうちゃちゃっと落としたいな、落としたいな、落としたいんだけど、こっちから助けに来れる部隊がいないよね。ん？ちょっと待ってね。あら、エイアン取り返されてるのかな。あ、違う、エイアン取り返されてますね。エイアン取り返されちゃってますね。ということは州で見ると、エイアンが取り返されてます。もうちょっとうまいこと立ち回れたね、これだったらね。これだったらもうちょっとうまいこと立ち回れたね。さあ、決済しておきましょう。はい、あ、任務報告ね。任務報告来ましたよね。よいしょ。で、さて、もう補充ガンガンしていかないとね、追っつかないですね。ただ人口がまたまた減ってきてますね。これつらいんですけどね。ちょっとこれでいっちゃおっか。毛達さんね。いや、毛達さんはあれしたいね。毛達さんはちょっと計略で重宝ね。エイアン先落としちゃいましょう。よいしょ。はい、任務報告ということで、あとは補充をどんどんしていって、そうですね、まだ少ないな。せめて8000ぐらいは欲しいんですけどもね。でも仕方ないですよね。仕方がないです。決済で乗りたくないんですけど、あそこ断るとね、もう仕方がないですね。馬頭にやられちゃいましたね。
ためですね。妖怪さんが任務報告ということで、あ、妖怪さん訓練ちょっと待って、私訓練なんだろうね、補充をしたい。訓練はまあちょっと二の次でいいでしょう。とりあえず少数精鋭もね、数が今欲しいので、人口がね、人口が5万8000まで増やしました。でもやはりですね、あ、でもだいぶ良くなってきた。これでも突っ込んでいこう。よいしょ。あ、オールイさんがちょっと病気か。頑張ってこう、頑張ってもらいましょうか、オールイさんもね。ごめんなさいね。養蜂さんで行きましょうかね。さあ、もうね、風前の灯火なんでね。帝兵さんのね。お、兵糧が一気に増えちゃった。100万増えちゃったんですかね。まだいける？まだ補充できる？あー、まだできるね。あとは、モータスさんがね、来てくれたらいいねって感じなんですけどもね。さあ、陳情見ましょう。もう投資話ばっかだな。あー、失敗してしまった。商売も失敗しちゃったか。商売も失敗。モータスさん、ダメだな。地図、今、我が部隊は。うわ、8万まで増えてる。仕方がない。ええやん、落としましょうか。部隊がこれで上がってきたらええやんに攻め込みに行きましょうね。旧部隊、うん、これでちょっと私自身が悪いのですがとね、嫌がられちゃいましたけどもね。あ、さあ、薄い期待を込めてですね、義兄弟を、うん、無理ですね、義兄弟になってくんないかな。もう本当に排水の陣なんですけどね。補充しましょうか。うん、補充しましょう。ザイヤが2人いる。欲しいな。はい。でもね、ちょっとね、欲しいの欲しいんですが。任務報告。よし、よろしいですね。さあ、兵が7万まで増えました。人材投与だけちょっと回しましょうかね。県営に2人、高健さんとライドウさん、誰かいない？いないですね。じゃあですね、出陣しましょう。目標は、ちょっと調べれないんで調べませんけどね。5万4000。現役武将。おー、そんなもんか。金3000。これ負けたら辛いな。で、援軍要請をしましょう。この位置なのでね、やはり早いのはね。うわ、断られちゃった。さあ、いけるかな。あ、でもこれね、エイアンの情報がないでしょう。あ、よかった、ある意味戦闘に出てよかった。あ、賢人が病気でね、やられちゃいました。戦争に出てる部隊には影響を与えないはずですね。時間かかるね。これでは？あ、ああ、何かしてたっけ？情報？あ、早い。早いということはひょっとすると、
あまりいい土地じゃないのかもしれないですね。はい、はい、A 案にします。もうちょっと前線じゃないのと、あと県営がね、もう人口の割にはね飽和状態と思ったんですけど、34,200ってマジですか。こら、34,200って何、人ほとんどいないじゃん。人より兵の方が多いんだよね。これはびっくりした、びっくりしたね。ちょっと待って、県営は、ああ誰もいないのか。でも部隊が5あってか、そっか。じゃあ県営にちょっと大衆を1人配置しましょうか。まあぶっちゃけもう県営はねほぼ飽和状態なので、1人ぐらいでいいでしょう、移動提案はね。シビさん、うん、あの人ちょっとね部の人なんでね、あまり政治がちょっとできる人ね、ああ投資はもったいないね。生徒、おおお、なんでなんでだなんでだね、帝兵さん部隊なんですけど、まあいっか、これ断られそうですね。あ、もうこれ一括でね言って何人か通ったらいいですよね。はい、これで、ね、行っちゃいましょう。私の舞台じゃありませんしね。お、ヨウさん行った。あ、これはいいことですよね。これはいいことです、非常にね。で、舞台と、あ、でも人数が人数なのかな。で、あ、ここで内政する羽目になるとは正直ね思わなかったんですけども、でもやらざるを得ないですね。あとは向こうから部隊を派遣するか、あれですね、補充か。うわ、そうですね、これはちょっとつらいかな。人口があまりに少なすぎますね。やっちゃった感がすごく半端ないですね。ああ、これ傭兵館取りに来たな。ああ、取りに来てますね。ああ、ちょっと我慢の子ですね。ですね、どうしましょう。11人、あ、人事できない、人事ができないので、私もちょっと、あ、そっか、飛んじゃっても仕方ないね。もう会話だけしときましょうか。帝兵さんは新しいか。農業商業できますね。あ、この場合はどっちでもいいのかな。農地行きましょうか。農業でもしときましょうか。あ、でもね、今までの経験上の、やっぱり来た。農地でね、総評さんはね、農地で、はいはい。はい。勝てるかな？ね、帝兵さん、つらいな。これは勝てるかい。援軍要請しましょう。さあ、もう来ないでしょうね、帝兵さん。来ないね。あ、援軍断られましたね。さあ、どうでしょう。迎撃、あ、ということはあれか。町、城門突破されましたね。援軍要請、いや、もう来ないでしょう、もう来んでしょう。あ、県営から呼ぼうか。
シビさん断られましたね。シーツ軍の帝兵軍勢が孫権軍の孫権軍勢に敗北しました。永安を孫権軍に占拠されました。コースさんかな、孫権軍勢に捕らえられました。楊邦さんも捕らえられました。あ、孫権軍に解放されましたね、コースさんね。楊邦さんが孫権軍に解放されましたと。あー、銃下がりましたね、名声がね。で、私はどこに行くんだい。私は都督なので、あ、永安に帰ってきたのね。え、ちょっと待って、永安、あ、帰ってきたのにじゃなくて帰らないといけないのね。さあ帰還しましょう。どこに帰還するんだろう。あ、五条原に砦を。お、私どこ行くんだ。あ、武都に来ましたね。あ、でも私ちょっと得なんですね、まだね。二部隊、うわー。あ、バチューさん来ました。武都にね、撤退してきたのはいいんですが、兵力ないですね。人口5万しかない土地だわ。これは一体どうすればいいのかな。あ、昨日じゃないわ。ちょっと路頭に迷い始めたところでですね、この辺で終わっておきたいと思います。帝兵さんで三国志天のパート74ですね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。